さんマニアテレビ沖縄冒険さん。おい、アンドロイドで沖縄からキャス配信中 http://url。ボスさん、いや、あ、アユボスさん、すいません。こんにちは。あ、にゃって言った。にゃって言った。ありがとうございます。疲れましたね。悲しい感じになると思います。多分だいぶ黙ってるはず。トラウマになりそうだからちょっと怖かったんでね。なんていうかな、人のライブに参加するっていうのはやっぱりね、私にはちょっとあれだな、苦手だな。変な感じになっちゃう。あゆボスさん、しんさんどこへ？瀬長島の方でちょっと休憩しようかなと思いました。瀬長島で休憩をしたいんですが、ただこのなんだっけ、ツイキャスの画像でどれぐらい映るんですかね。で、天気もそんなに良くはないので、良くはないわけはないか、今嘘つきました。天気はもしかしたらいいかもしれないですね。それがこのツイキャスの標準画質のレベルでどれぐらいになるのかをね、ちょっと映しててみようかと思って。あゆボスさん、はい、了解です。安全運転で。ありがとうございます。ボスさん、京都や各地どっさり雨降ってますよ。ね、なんかさっき雨降ってるって聞いたんでね。狩石さんのところもね、天気はそんなにはあれでしたよね。で、沖縄もね、さっきちょこっと雨降ってた子がいたんですよ。だからこの那覇の今このいるユイレールのここ赤峰駅なんですけど、この辺りはそんなに降ってないんですよね。そんなに降ってないというか、地面が濡れてないので降ってないですね。で、先ほどはね、移動中に狩石さんのライブ見てたんですが、その後ちょっと歯医者行ってきて、で今日なぜか患者さんというかね、お客さんが少なかったので、歯医者があっという間に終わりましたね。終わったので、時間がありそうなのは瀬長島に行こうかなと思いました。せっかくね、カリーさんがライブしていたので、私はじゃあツイキャスやってみようかなと思ってツイキャスを立ち上げたという感じですね。
朝ね、カリキさんのライブ見たいんですよね。カリキさんのライブ見たいんですけどね、まあ、私は嫌われ者なんでね、私が見ると嫌がる人がいるので、やっぱりね、人の他の人のライブにはちょっとね参加できないっていうことで、そういうことがあって、あの、まあ、かりゆしさんのライブ含め、あの他のね、あの配信者さんの、まあ、さとちゅんさんも含めですね、あの他のあゆぼすさん、永遠なことないいしんさん、永遠なことないいしんさん、まあね、だから私が行くとね、私をね嫌ってる人が、何て言うかな、あなた嫌いみたいなね歯を出すんで、ああそうですかってなると、その何て言うかな、かえって配信者さんも、あの私が、あの嫌な感情を、あゆぼすさん喜びますよ、かりゆしさんも、かりゆしさんは喜んでくれるかもしれないんですけど、それで、あの見ている人ですね、見ている人の視聴者さんですね、私を嫌ってる人がいるので、その人が私に嫌いっていう歯を出すので、それがちょっと私嫌でね、自分のチャンネルでそれをするだ、あの受けるんだったらいいんですけど、なんていうかな、人のね、あの、あゆぼすさん、変な人は自然にいなくなるかと、いなくならないんですよ、それが粘着するんで、変な粘着をするんでね、それが嫌で、私はあの人のライブを見れなくなってしまって、怖くてね、本当カリキさんのライブ見たいんですよね、悲しいです。何かな、それを我慢してみると配信者さんも変な感じになるし、私も変な感じになるし、まあね、私の精神的ダメージがかなり大きくなるので、やっぱり見えないっていう感じですね。なんかそういうなんか気持ちとかに、あゆぼすさん、そうなんや、しんさんはわかるんですね、なんかそういうのに鈍感になりたかったです。鈍感であれば絶対そういうの気にしないでね、あのだいぶ楽しめると思うんですが、嫌ですな。ということで今、ね、画面では見えないと思いますが、瀬長島に入ってきました。あゆぼすさん、私は大丈夫かな。あ、ボスあゆさんは、まあ、全然大丈夫です。ボスあゆさんは、あのね、私を嫌いという歯は出してないと思う。あゆぼすさん、はい、大丈夫です。ボスあゆさん大丈夫です。なんかボスあゆさん大丈夫ですよって言ったら、なんかね、変な感じになるんですが、うん、あの、いつも応援していただいて嬉しいです。私がね、こんにちはって、あゆぼすさん大好きですもん、しんさん VV VV ありがとうございますもんね、こんにちはとかね、挨拶すらしてくれないとね、もうちょっと悲しいですよね。挨拶しても無視するし、何かね、連絡しても無視するしね、私のことを嫌いって言ってるしね、まあね、しょうがないですよ、人は好き嫌いはあるのでね、まあ私のライブに来ないぐらいだったら全然ね、あの好き嫌いで全然問題ないんですけど、わざわざね、人のライブに行ってまで誰々さんは嫌いですとかね、そういうのはちょっと違うでしょうっていうね、いう思いはあります。だからできるだけそういうのはね、あの避けて避けてやってるんですが、避けて避けて、で他のところで楽しもうとしたところに、あゆぼすさん、おっとすごい方もいるもんだ。そうなんですよ、だから気をつけた方がいいですよ。だからね、あの実際の対面のね、人付き合いも大変なんですが、こういうネットだけでもね、大変ではあったりしますよね。ネットではライオンみたいな、あゆぼすさん自分に帰ってくるのに ね
当そうなんですよね。だからやめた方がいいよと思ってて、だからそういう人には近づかないようにしています。近づくと私にも跳ね返ってきますしね。なんかこの車の止め方はだいぶ独特だな。どうかな、いけるかな。電波が通じるかどうかですよね、この辺りで。ごめんなさいね、変な顔ドアップになります、すいません。で、そうか、ルーター持たないと大変なことになる。ルーターだけ持てば、あと電波がつながればいいなと思うのと、あとは30分だったらこれ切れるんですよね。そこだけですね。ごめんなさい、ドアップすいません。反対にしよう。あゆボスさん、ツイキャスでは流したい曲かけられるんですか？ああね、ですよね。その後がめんどくさそうですよね。私の中では、なんだっけ、とりあえず YouTube にまで戻そうと思ってるので、お、綺麗だ。ちょっとボリューム下げようか、これ。多分風のボーボーがすごいと思うんですよね。あゆボスさん、まあ沖縄綺麗な空。中入りて、あのおじさん入ってるし。入ったな。よいしょ。楽しそうだな。いいですね。行きたいな。綺麗に映ってますね、素晴らしい。綺麗に映ってますか、よかった。ツイキャスのね、画像がどういう感じなのかちょっと気になってたんですよね。綺麗に映ってるならよかった。ただね、やっぱ YouTube ほどではね、アーカイブ見た感じだと違うので、その辺がね、ちょっと、あとはいつもと違うマイクなので、内蔵マイクなので、おそらく風のボーボー音はどうしてもしょうがない感じになるとは思うんですが。あゆボスさん、電波も安定、海の色もはっきり綺麗です。あ、本当ですか。あ、よかった。で、こういう感じがお見せできたのはちょっと嬉しいかな。このマイクをね、うまくなんかね、セッティングできる何かがあればいいですね。ちょっとね、もやもやっとしたことがあるときには、うまく流したいなと思って、
瀬長島は手軽に来れるのでね。あゆぼすさん、綿菓子のような雲ですね。いいな、ね、雲がね、気持ちいい感じですよね。水に足つけたいね。スリッパだからつけられるんですが、置いた方が電波は安定したりするのかな。こんな感じになるのかな。ツイキャスでここまで綺麗なら最高ですよ。あ、じゃあ結構映ってるんですね。よかったよかった。なんかで全く分かんなくてね、どんな感じでなってるのかとかね。あゆぼすさん、お茶。お茶、あ、ありがとうございます。ふわりさん、すいません、ありがとうございます。作業、編み物ですか。いいですね、編み物しながらね。これも今時間がどれぐらい。あゆぼすさん、わーふわりさん、こんにちは。わーふわりさん、こんにちは。気持ちいいな。何かを撮影してる。あれ大丈夫かな、そのままここに。何か撮影しようとしてるので、もしかしたら私が邪魔なのかもしれない。ふわりさん、ツイキャス使い方が分からなくてすみません。パワーストーンでブレスレット作ってます。あ、ね、あゆぼすさん、しんさん、次飛行機飛ぶところ映せますか。音は届いてます。あ、わかりました。あとは映るかどうかですよね。次の飛行機の時にじゃあ映しますかね。次の飛行機で挑戦したいと思います。なおさんさん、しんさん、こんにちは。口が開いた笑顔、かりゆしやいびんどうさん、チャービラサイ、あゆぼすさん、ふわりさん、いいですね。あれ、かりゆしさん、ライブも終わっちゃったんですかね。もし終わらせてしまったらごめんなさい。あのね、ちょっとかりゆしさんがライブしてたので、かりゆしやいびんどうさん、コンティニューコイン、頑張ってたんですが、あゆぼすさん、お、みんな来ましたね、やった。かりゆしやいびんどうさん、コンティニューコイン。あー、申し訳ないです。なおさんさん、ボスあゆさん、かりゆしさん、またこんにちは。口が開いた笑顔、ふわふわさん、こんにちは。口が開いた笑顔、面白いですよね、これ。よいしょ。次の飛行機はいつ来るかね。で、このツイキャスのね、映像がどれぐらいになるのかっていうのもね、今後の。かりゆしやいびんどうさん、目的地に着いたので配信を終えました。皆さん、こんにちは。ふわりさん、ひまわり。
目的地に着いたんですね。わかりました、ありがとうございます。本当はね、私も普通にあのかりゆしさんのねライブを見ながら、あゆぼすさん、これをテレビで見れたらいいのにな。なおさんさん、かりゆしさんライブお疲れ様でした。口が開いた笑顔。飛行機追いかけたんですから映ったのかなどうなのかなっていうね、ちょっとわからないのですが。あゆぼすさん、わー飛行機いいですね。映りましたか。あ、よかった、映ったみたいで。かりゆしやいびんどうさん、飛行機乗りたい、とうとね、飛行機がね、いいですよね。私も飛行機乗れるようになりたいな、どうにかね。なおさんさん、お茶。なおさん、ありがとうございます。お茶ありがとうございます。なおさんさん、お茶。なおさんさん、ありがとうございます。砂の音もいいですけど。ふわりさん、なおさん、かりゆしさん、ハイタイ。かりゆしやいびんどうさん、お茶。お茶。ふわりさん、うまくいってるようでいいですね。あゆぼすさん、しんさんが京都に来てくれたら飛んで会いに行きます。かりゆしやいびんどうさん、ね、お茶、しんさんいつもありがとうございます。あ、いえいえね、私飛行機がねなかなか苦手なんですよ。メニエール症になってから飛行機乗るたんびに耳がおかしくなるんで、だいたい1日おかしくなるんで、ね、長ければ2日おかしくなるので、飛行機に乗る旅行をねかりゆしやいびんどうさん、ふわふわさんお疲れ様です。キラキラ。なおさんさん、今日の愛知は雨で梅雨入り宣言しましたよ。口が開いた笑顔。降水確率は 90% で最高気温は21度の予報です。がっくり顔。あゆぼすさん、でも私が沖縄に行きますよ、待っててね。あ、その方がいいですよ。ぜひ沖縄に来ていただければ会える可能性は。今日意外と歯医者がね早く終わったので、その続きでねかりゆしさんのライブを見たかったんですが、なんかね私がかりゆしさんのライブに行くとね、私嫌ってる人がなんかあなた嫌いですって言うから、もうじゃあいいや出て行っちゃうんですよね。なかなか難しいですよね。さん、歯医者お疲れ様です。口が開いた笑顔。かりゆしやいびんどうさん、暴れん坊将軍のカチャーシー、ね、暴れん坊将軍のカチャーシーは。なのでね、もうなんていうんですかね、かりゆしさんのライブとかね、他の人のライブもそうなんですけど、見るだけでコメントしないでおこうかなと思ってね。コメントしなければね、私が見ているのは気づかないと思うので、そういう私嫌いオーラっていうかね、歯は出さないと思う。そういう感じにしようかなと。あゆぼすさん、スマホから iPad で見てます。画面大きくてバッチグーです。かりゆしやいびんどうさん、しんさん、秘密のアカウント作りましょう。ゆれるこのは
その方がいいのかな、秘密のコメントで誰にも教えないでね。かりゆしさんにも教えなかったらなんかかりゆしさんにブロックされそうで怖いですね。なんか秘密のアカウントを作って、あゆぼすさん多そうかもですね、秘密のアカウントを作ってやろうかな。じゃあね、かりゆしやいびんどうさん色で見つけますね。すぐ見つかっちゃうでしょうけど、ね、あでもこの雲綺麗だな。でもあのね、今やっぱ梅雨時期なので夏と違って少しはじっとりしてるんですよね。じっとりはしています。まだ夏っぽい、あのなんていうんですかね、天気ではない感じですね。まだ梅雨を感じさせるしっとりっていうかね、した感じの天気では。なおさんさん、ふわふわさんツイキャスも登録しましたよ、口が開いた笑顔。あ、ふわりさんもツイキャスをし始めるんですかね。じゃあね、それとも見るためのアカウントを登録したってことですかね。この辺の景色もいいんですが、今度は YouTube のね、標準ではなくて高画質でやった場合どうなるかっていうのもちょっと待って試してみようかなとは思います。で、ツイキャスで見た感じでどんな感じなのかっていうのを。あゆぼすさん、今日から本格的なので体がダルダルで吸うなれたら良いのですが。ダルダルになりますよね。ダルダルになるんです。なんだかんだで飛行機たくさん飛びますね。ふわりさん、ツイキャスの登録って何ですかね。汗、何分ぐらいで終わるのかな。なおさんさん、サポーター登録です。口が開いた笑顔。あ、なのであのふわりさんが何かあのツイキャス配信したら見ることができたりするみたいな。であのふわりさんがねツイキャスする場合には、今やってる作業、ね、編み物の作業ですね、パワーストーン作りをあの慣れてきたら、こういう風に作ってますみたいな、ツイキャスで配信しながら作ったりで、まあ、作ってるそばから私のも作ってみたいな注文発注があったら、その人のその場で作るっていうね。そうしたらこういう石入れてとかね、注文を受けたりとかできると思うので、そういう即興でライブで注文発注して作って、で販売みたいなのもできると思います。だからね、慣れてきたらふわりさんそういうのもできたらいいなと思ってね。別に顔出しする必要はないですよね。石を手元のね、あの画面だけを映してみたいな感じで。なおさんさん、それはいいですよね。口が開いた笑顔。ふわりさんがね、順調にあのね。ふわりさん、なるほど、ありがとうございます、うん、キラキラ。そうするとたくさん売れると思います。そしたら、なんていうかな、新興宗教じゃないですけど、あゆぼすさん、しんさんも一枠やっていただきたいです、待ってますよ。あ、わかりました。この場所からでいいですかね。じゃあもし切れたらまた立ち上げますね。はい、ほらふわりさんがそうやるとなんかね、いい石を使ってあの限定10名でとかね、10万円とか100万円のブレスを発注できるかもしれないです。口が開いた笑顔。ふわりさんね、ぜひ頑張っていただいて、ふわりさんがすごい儲かったら、よいしょ、私にご馳走してほしいな。かりゆしやいびんどうさん、すげえキラ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 。